ってまいりました。本日も動画のお時間でございます。どうもこんばんは、みなりゅうです。ですね、今日は何の動画を撮ろうかなと思ってたんですけど、本当にね、ちょっと最近ネタがなくてやばいんですよ。そうどうしようどうしようと思って突発的に考えたのが、今のここにCD 置いてあるんですけど、これをこう後ろ向きにこうやって撮って、でその CD について喋るっていう謎企画をちょっとやろうかなっていうね。まあこの内容からしても、いかに俺が本当にネタが今切れてるかっていうのがね、よくお分かりになると思うんですけど、やるか。はい、というわけで、あ、でもそっか、これ画面確認しながらだったらなんか分かっちゃうな。これにする。あ、取れね。これ。よし。はい。おお。来たねー、これ。はい。ウィーザーっすね。ウィーザーのマラドロイト。なんだっけな、これなんか読み方ちゃんとあったんだけど、なんか忘れちゃった。なんだかな。ウィーザーはね、何年か前にほれ、カバーアルバム出しましたね。はい。カバーアルバム出して、で、その時期に、その当時、働いてたお店でやたらとね、そのウィーザーのカバーアルバムがこう流れてて、で、俺、ウィーザーってぶっちゃけね、大学の時に仲良かったそのサークルの友達と、なんか洋楽のバンドをやろうぜっつってなって、で、その2人で、なんかいいやつ探そうっつって、レンタルショップ行って、とりあえず名前が、名前聞いたことあるアーティストを片っ端からこう借りて、なんかいいのねえかな、いいねえかなってこう探してた中にウィーザーは入ってたんすよ。でもなんかね、その時はあんまり響かなくて、でそれからもうずっともうウィーザーあんまり気にかけてなかったんですけど、でもそのカバーアルバムがね、割と結構かっこよかったりしたんですよ。あのマイケルのビリー・ジーンとか、あとトトのアフリカだわ。アフリカが入ってたり、あとアーハーの、あれ。やべ、出てこん。やばい、出てこない。めちゃめちゃ言う。あ、テイクオンミーだ。思い出した。が入ってたりとかして。そう、それはなんかね、良かったなと思ったんですよね。で、これね、多分安かったんですよ、めちゃめちゃ。安くて買って、でもそんなにまだ聞いてない。そうだからパッと出したはいいけど、そんなに語ることがないっていうもう企画倒れもいいとこですよね。はい、じゃあ続いてまだやんのって話ですけど、なんかな、ちょっと語れるアーティストがいいな。あ、これレコードだった、こっちだ。これ。よいしょ。落ちないように。はい、ボン。おお、来た。U2 の同名版、ヨシュア・トゥリーですね。はい。まあ、U2 はね、U2 はめちゃめちゃこう有名だから、名前はもう昔から知ってたし、でも聞くきっかけになったのはグレーなんですよね。そうそう、グレーの The Frustrated っていうアルバムがあって、でそのアルバムの初回版にそのアルバムのメイキングの DVD が入ってて、でそこでテルさんとタクロウさんがなんかミキサーの宅の前でなんかこう話してて、確かでそこでなんかこう、ここでなんだっけな、俺たちが好きな U2 コーラスが入りますみたいな感じで、こうスーってこう、あれをグイッて上げて、で、それがなんかこう流れてきて、あ、
U2 ってなんかこういう感じのコーラスがなんかするバンドなんだみたいな。それまでは別になんか U2 って名前しか知らなくて、ろくに曲も聞いたことなかったんですけど、そっからなんかベストとかを聞いたりして、で俺 U2 実は、これも大学の時なんですけど DVD 持ってたんですよ。なんかどっかのお城の跡地みたいな、跡地っていうかお城はあるのかな、なんかお城の周りの広場みたいな、なんかそんな感じの、うん、ところでやったライブの DVD は持ってて、それがねすごいこうかっこよかったんですよね、うん、で改めてなんかそのボノの歌のうまさと、あのエッジのギターのテクニックというか、あのサウンドメイキングのなんでしょうね仕方っていうのが、やっぱこう映像と一緒に見るとああかっこいいってそうそうそうなって、でそっから割とね、まあそんなに積極的にではないにせよ、まあ、安く入手できる機会があれば、うん、買ってきてはいますね。 U2 のアルバムだからこれとあとレコードも1枚持ってるな、 CD もあと2枚ぐらい3枚ぐらいあったかな、うん、持ってるんですけれども、いいですね。俺あのスタックアモーメントっていう曲が大好きですね、まあ、ちょっとバラード調なんですけど、うん、めちゃめちゃいい曲大好きです。はい、いいっすね。 U2 はまあそれなりにぼちぼち語れましたね、はい、最後にしよう。じゃあ3枚目、これだ、あよいしょ、はい、あゼッペリン来たー。これゼッペリンはでも去年あの音楽の動画でなんかね紹介の動画出しましたけど、2は2枚目ですね。これレッドゼッペリン2セカンドと読むのかどうかは分かんないけど、ゼッペリンの2枚目のアルバム、まあこれはもう名盤中の名盤ですね。もうハードロックを欠かす上では絶対に避けて通れないであろう、もうブリティッシュハードロックのもう教科書的な古典、古典ですね、もうこれは。うん、いいですね。この曲はマジで良きですね。これあのゼッペリンのアルバムってあれですよね、なんか1枚目はジミー・ペイジはそのレコーディング時にはテレキャスを使ってたっていう話は聞いたことあるけど、2枚目もそうなのかな、どうなんだろう、ちょっと知らないんですけど、多分そうだろうなとは思うんですよね。だからまあやっぱジミー・ペイジってレスポールじゃないですか、イメージとしてはね、圧倒的に。だからまあ俺全然そのゼッペリンの なんだろう、そういうレコーディングでどんなギターを使ったかとかそういうところまでこう掘り下げる前まではもう完全にレスポール使ってるもんなんだなって思ってたんですけど、でもそれで1枚目のアルバムは全然もうテレキャスしか使ってねえみたいな話を聞いて、でなんかこうそれでちょっとねテレキャスのイメージがガラッと変わったんですよね。なんかテレキャスってこうすごいこうキラ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 しててシャリシャリ感があってきらびやかな音がするイメージしかなかったんで、その時はテレキャスってこんなロックな音出せんねやみたいなそうそうそう、だからテレキャスの価値観を見直すきっかけになったつうのが、まあそれは1枚目なんですけどね、2枚目じゃないけど、まあでも多分2枚目もテレキャスだろうな、わかんないけど、まあでもこれはめちゃめちゃ名盤ですね。はい、あの聞いたことない人いないんじゃないかな、ロックが好きな人で、ロックって洋楽のロックが好きな人で聞いたことがない人はいないんではなかろうかというぐらいかなりの名盤ですね。これいい曲がたくさん入っております。はい、はい、いかがでしたでしょうかこのグダグダな企画、でも撮る前はつまんねえ動画になりそうだなと思ったけど、案外やってみると喋れるもんっすね
これ今度は逆にレコードでやったらもっとなんだろう、面白いのかな。喋れるレコードとなるとね、喋れるアーティストは本当に喋れるけど、喋らないアーティストはマジで喋れないんですよ。そうそうそう、まあ CD も一緒だな、一緒だ。まあまたなんかネタに困ったらこれやろうかなってはい思ってますんで、この動画が上がったら、あこいつ今ネタねえんだな、ふふふみたいな感じで思っていただければいいんじゃないかなと、はい、思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺でおしまいです。ではまた次回。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。高評価チャンネル登録お待ちしております。概要欄に再生リストのリンクも貼ってありますので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。そして素敵なイラストをデザインしてくれたセロリちゃんのツイッターのアカウントのリンクも一緒に貼っておきますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。いや遊びに行ってみてくださいというよりも絶対行くように。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。